こんにちは。では、予習シリーズ5年芸第8回電流と抵抗の解説を行っていきたいと思います。はい、では、早速72ページと言いたいところなんですけれども、まず電流と抵抗、電流っていうのは分かるかな、電気の流れですね。はい、電気、これも基本的には目に見えないですけれども、いろんなところに使われてますよね。はい、世の中はこの電気というものがあるおかげでこのね、明かりが、ついたりとかですね、あとそのいろんな自動車とか、いろんな他のものもそうなんですけれども、ものが動くための、重要なこのエネルギーになったりとかするわけなんですけれども、その電気の流れのことを電流で、抵抗っていうのはその電気が流れるのを邪魔するもの、障害物っていうような感じでいいと思います。はい、この電流と抵抗、この敵同士、戦う者同士だという印象でいいと思うんですけれどもね。はい、それを前提としてですね、じゃあ72ページ、はい、いきましょう。はい、このね、一番分かりやすい例としてよく豆電球のことがよく出されます。豆電球はどうして光るのか、豆電球に限らずね、蛍光灯とかもそうなんですけれども、どうして光るのかっていうところ、特に分かりやすいようにまず豆電球から考えていきます。はい、いきなりね、電気を通しにくいものっていうね、ところになってますけれども、ここはちょっとね、読む前にちょっとまとめておきましょう。はい、ものに、いろんなものがありますね、いろんな種類の物質というものがあるんですけれども、その中にはですね、すごく電気を通しやすいもの、と、すごく通しにくいもの、場合によっては全く通さないものとかもあるんですね。はい、でちょっとね、ここには書いてないんですけれども、言葉としてですね、覚えておきましょう。はい、両導体と呼ばれる物質と、絶縁体と呼ばれる物質があるんですね。絶縁体のことを不両導体という言い方するときもあるんですけども、はい、こっちは、電気を通しやすい、電気、電流、電気って言うんですよね、電気をよく通す。でこっちは電気を、ほとんど、全くと言っていいほど、通さない。この真ん中で、半導体というのもあるんですけれども、で、基本的に、どんなものが多いのか、これ金属はほとんどもう、両導体です。はい、表1に書いてますけど、その金属の中でも最も通しやすいのは、銀だったりですね、銀で、その次が銅とかね、なってます、アルミニウム、基本的に金属は、ごめんなさい、これですね、そうですね、でアルミニウム、ね、鉄もそうなんですけどね、金属の中では鉄は一番通しにくかったりします。はい、で、いろいろあるんですけれども、で、この絶縁体というものにはどんなものがあるのか、電気をもう通さないものですね。はい、プラスチックとかガラスとか、こういったものは、電気を通さないね。で、絶縁体、不良導体というふうに呼ばれます。